次に中塚宏さん。中塚さん。日本維新の会の中塚宏です。質問の機会をいただきありがとうございます。今回はインターネットによる誹謗中傷、人権問題等について質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まずこの問題で、総務省の違法有害情報相談センターに寄せられている相談件数ですけれども、平成27年度以降毎年年間5000件を超えている、10年間で4倍となっているわけでございます。インターネット上の誹謗中傷については、発信者が軽い気持ちで行った行為であっても、被害者が受けるダメージは計り知れず、不幸にして傷ついた被害者が自ら命を絶ってしまうなど、本当に大きな社会問題となっているわけでございます。その加害行為に対して刑事上、民事上で責任を追及するためのハードルは高く、しかも責任範囲が軽いことや、また被害者が刑事上、民事上の手続きを行うには、時間的にも経済的にも大きな負担を伴う、そうしたことなど、さまざまな問題をはらんでいると思っています。昨年、プロバイダー責任制限法について、訴訟手続きの簡素化、迅速化を図るため、法改正がなされました。新たな裁判手続きがこれから創設されるわけでありますけれども、これ、一歩前進だと思いますけれど、まだ根本的な解決とは言えないと思っています。一方、地方自治体においては、先般、大阪府議会がインターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例、これを制定されました。これまでに群馬県、それから大阪の大東市などでも同様の条例が制定されるなど、取り組みが進んでいるわけでありますが、地方でできる対策には限界があるため、実効性のある法整備を速やかに行うよう要望する意見書や提案がですね、多くの自治体から出されている状況でございます。我が党ではこの問題の解決に向けて、党内にプロジェクトチームを立ち上げるなど、その中で、仮称インターネット誹謗中傷防止法案ですね、インターネット誹謗中傷防止法案を提出する準備を進めているところでございます。予算委員会でこの問題を取り上げた我が党の岩谷議員の質問に対し、岸田総理は、個人の人格や名誉が傷つけられるような誹謗中傷をなくすようにしっかり対応していかなければならない、こう答弁されているわけでございます。そこでまず、インターネット上のですね、誹謗中傷の現状と対策について、どのように認識されているのか、そして被害者救済のために法整備を含めたより一層の対策強化にどのように取り組まれるのか、金子総務大臣の見解を伺います。金子総務大臣。中塚委員をはじめですね、維新の先生方に、私自身も予算委員会や他の委員会でも、このインターネット上の誹謗中傷については、ご指摘をいただいているところでございます。個人の方の人格や名誉を傷つけるようなインターネット上の誹謗中傷は許されないものであり、その対策は、喫緊の課題であると考えております。一方で、この問題は表現の自由や通信の秘密といった憲法上の権利、利益に関わるものであることから、極めて慎重な対応が必要であると認識しております。このような認識を踏まえ、総務省では、インターネット上の誹謗中傷への対策について、2020年9月に取りまとめた政策パッケージに基づき、関係省庁や事業者とも連携をしながら、取り組みを強化してまいりました。具体的には、例えば昨年4月にプロバイダー責任制限法の改正を行い、発信者情報の開示に向けた裁判手続きの迅速化など、より円滑な被害者の救済が図られるよう、施行に向けた準備を進めております。また、総務省の有識者会議において、プラットフォーム事業者に対し、自主的な対応状況などについて、持続的にモニタリングを実施をしております。このように、まずは既存の制度の実現性を高めていくとともに、事業者による自主的な取り組みを促すことにより、より迅速かつ効果的な被害者救済の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。中塚宏さん。はい、ありがとうございます。しっかりと取り組んでいただきますようにお願いいたします。その中でですね、発信者情報の開示等について、何点か質問をさせていただきます。
インターネット上の誹謗中傷の被害者が発信者に対し責任を追及、責任を求めるためにはですね、プロバイダー責任制限法に基づいて発信者の特定のための情報の開示を請求することになるわけですけれども、しかしながら発信者を特定するために必要な IP アドレス等の通信ログの保存期間、通常3ヶ月程度と短く、情報開示を求めるときにはすでに削除されている恐れとか、事業者がそもそも IP アドレスを把握していないなどですね、発信者の特定ができない場合があります。このため事業者に対し IP アドレス等の通信ログの取得義務化や保管期限の延長を求める、そういう必要があるということ、それから海外のプロバイダーとの連絡に時間がかかることや、日本法人等に連絡しても発信者の開示に応じないケースがある、こうした海外のプロバイダー対策について、それから開示の対象が不特定多数が利用する SNS への投稿に限られ、メール等での1対1のやり取りがプロバイダー責任制限法の対象となっていないこと、こうした問題点が挙げられるわけですけれども、これらの点への対策ですね、これについてお尋ねいたします。総務省二宮総合通信基盤局長。お答えいたします。先生の方から3つご質問頂戴したと思います。まず最初、ログについてでございますけれども、通信記録ログはインターネットユーザーの個人情報であるとともに通信の秘密に属する情報でもありますので、厳格な取り扱いが求められるものでございます。このためログ保存を義務付けることにつきましては、ログが通信の秘密であることに加えまして、プライバシーに関わる情報でもあることなどから慎重な対応が必要であると考えております。他方、改正プロバイダー責任法におきまして、侵害投稿通信のログを有していないプロバイダーを念頭に、ログイン時の情報を開示可能な情報として追加をするとともに、プロバイダーの保有する発信者情報が保存期間の経過により消去されないようにする措置を取る観点から、被害者が開示命令の発令を待たずにプロバイダーに対しログの消去を禁止する命令を申し立てることが可能となってございます。こうした仕組みを通じまして被害者の円滑な救済に資すると考えているところでございます。2点目のお尋ねでございます。海外プロバイダーのへの開示請求等に応じない例があるということに対する対応ということでございますが、海外のプロバイダーに対して我が国の裁判所におきまして、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報の開示を求める旨の訴えを行うことが可能でございます。で、実際我が国の裁判所の決定に多くの海外のプロバイダーが従っていると、すでに従っているということを象徴しているところでございます。また昨年4月に成立をいたしましたプロバイダー責任制限法の改正法におきましても、現行法と同様に海外のプロバイダーは裁判所の決定に従うものと考えているところでございます。また海外のプロバイダーが改正法に円滑に対応できるように、法務省など関係省庁とも連携をして対応を進めてまいりたいと考えております。それから3点目のお尋ねでございます。1対1通信の開示が対象となっていないという点の考え方でございますが、不特定の者によって受信される情報につきましては、他人の権利を侵害する情報が流通した場合には被害が無制限に拡大をして非常に大きな被害が生じる恐れがございます。このためプロバイダー責任制限法は特定の社によって受信されることを目的とする電気通信、これを対象としているところでございます。他方、電子メールなどの1対1の通信につきましては特定の社によって受信されるものであり、被害が無制限に拡大する恐れがないことから、本法に基づく発信者情報の開示請求の対象としておりません。なお1対1の通信につきましては、通信内容がそもそも通信の秘密によって保護されるというものでございますので、通信内容が他人の権利を侵害するものであるか否かをプロバイダーが確認することが困難であるという課題もあるところでございます。中塚博さん。
今の問題点につきましてはですね、今後さらに検討していただけますようにお願いしたいと思うんですけれども、ただ書き込みに対する削除についてなんですけれども、予算委員会での中で総理がですね、法務省の人権擁護機関が相談に基づいて慎重に対し検討し、該当する場合には事業者等に削除を要請している、こう答弁されています。まずですね、現状把握として法務省への相談件数に対して実際にですね、削除されるケースはどれくらいなのかお伺いいたします。総務省二宮総合通信基盤局長。お答えいたします。総務省が運営を委託をしております違法有害情報相談センターでは、インターネット上の違法有害情報に関する相談を受け付け、削除要請の窓口案内や削除方法の助言などを相談者に対して行っているところでございます。相談対応件数は平成27年度以降約5000件で高止まりをしておりまして、センターにおける相談が解消された平成22年度と比較をすると約4倍となっているところでございます。違法有害情報相談センターにおいて、令和2年度の相談件数である約5400件のうち、相談者に対して削除方法の案内を行った件数は約4500件となっているところでございますけれども、それらについての実際に情報が削除されたかどうか、これにつきましては、そのすべてを把握をできていないところでございます。中塚宏さん。把握できていないということでありますけれども、しっかりとですね、把握できるような体制を作っていただければと思っております。で、プロバイダー責任制限法において、発信者情報のですね、開示等の対象となる条件が、権利侵害が明白であることとされておりますが、具体的にはですね、事業者団体が自主的に取り組んでおる中で、権利侵害明白性ガイドラインを作成しておられます。しかし、プロバイダーにとって削除するということは、発信者からの訴訟リスクなど負担が大きいことになりますので、削除要請を受けたプロバイダーが削除に応じやすくするために、まず政府がガイドラインを定めて、事業者が削除しやすい環境を整えていくということ、それからプロバイダーの責任制限法において、人権擁護機関などが削除を求めた場合に、賠償責任等を一定免除する規定を設ける、そういうことが必要と考えますが、どうでしょうか。総務省二宮総合通信基盤局長。お答え申し上げます。インターネット上の権利侵害情報の削除につきましては、プロバイダー責任制限法におきまして、プロバイダー等が権利侵害情報を削除した場合における損害賠償責任の免責要件が明確化をされております。また、ご指摘のとおり、事業者等の団体によります権利侵害情報への対応に関するガイドラインを策定をすることなどによりまして、プロバイダーが損害賠償請求などの責任を負うことなく、削除されるべき情報が適切に削除されるような取り組みが行われているところでございます。また総務省、法務省、人権擁護局および関係プロバイダーなどと実務者検討会を継続的に開催をすることにより、事業者の円滑な対応を促進してまいります。今後もこうした取り組みを通じまして、削除要請等に対する適切な対応がなされるよう、法務省を含む関係省庁関係機関との連携の下で取り組みを進めてまいります。中塚宏さん、答弁聞いてますとね、しっかり対応しているということなんですけれども、削除された件数もですね、把握されていないわけなんで、その辺しっかりと対応できるようにきちっとですね、果たしていただきたいと思っています。また迅速に人権救済を図るためにですね、被害者に代わって情報開示とか削除勧告などを行う独立性、専門性を有する第三者機関を設置すべきと考えますけど、この点はどうでしょうか。総務省二宮総合通信基盤局長。お答え申し上げます。削除の要請や発信者情報の開示を求めるなどの権限を持つ第三者機関の設立につきましては、表現の自由や通信の秘密といった憲法上の権利利益に関わる問題であり、極めて慎重な検討が必要であるというふうに認識をしているところでございます。総務省としては、昨年4月にプロバイダー責任制限法の改正を行い、発信者情報の開示に向けた裁判手続きの迅速化などより円滑な被害者の救済が図られるよう、
を、制度整備を進めているところでございます。また総務省の有識者会議におきましても、プラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷対策に関する自主的なルールを策定しているか、そのルールに基づき、誹謗中傷に該当する削除情報の削除などを適切に対応しているか、そのルールについて説明責任がしっかり果たされているかなどにつきまして、継続的にモニタリングを実施しているところでございます。このようにまずは既存の制度の実効性を高めていくこと、ともに、事業者による自主的な取り組みを促すことにより、より迅速かつ効果的な被害者救済の実現に向けて取り組んでまいりたいと思っております。中塚博さん、はい、よろしくお願いします。誹謗中傷を防ぐ取り組みについて、質問いたしますが、先ほど大臣もおっしゃいました政策パッケージですけれども、この中で、それに基づく啓発活動、それから相談対応の取り組み状況、今後の方向性についてお聞きしたいのと、それからインターネットの利用者の低年齢化に伴ってですね、ネットいじめ含めた誹謗中傷の防止のためのですね、子どもたちの情報モラルの教育、これ取り組まれていますけれども、どのように行われているのかですね、合わせてお伺いいたします。総務省二宮総合通信基盤局長。お答え申し上げます。総務省では2020年9月に策定をいたしました政策パッケージに基づき、 ICT リテラシーの向上や相談体制の一層の充実など、インターネット上の誹謗中傷についての対策を総合的に進めているところでございます。ご指摘の ICT リテラシーの向上につきましては、インターネット上の最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法などをまとめたインターネットトラブル事例集における啓発、学校現場での出前講座における誹謗中傷にかかる啓発、ノーハート、ノー SNS のスローガンの下で、関係省庁、団体と連携した動画作成などによる啓発や相談窓口の周知などを実施しているところでございます。また相談体制の充実につきましては、総務省が運用委託をしております違法有害情報相談センターの相談員の増員を行うなどの体制強化を図るとともに、相談件数内容の分析の実施、他の相談機関との連携対応の充実、分かりやすい相談先の案内の作成などを行ってきたところでございます。今後も政策パッケージに基づき、誹謗中傷対策を着実に進めてまいります。文部科学省渕上大臣官房審議官。学校における情報モラル教育についてのお尋ねにつきましてお答え申し上げます。小学生がスマートフォンを保持することも多くなるなど、子どもたちも ICT を日常的に活用することが当たり前の社会となっております中で、子どもたちがトラブルに巻き込まれたり、ネットのいじめの加害者になったりすることのないよう、小学校段階から ICT を適切に使いこなす力を育てるということが重要でございます。このため、学習指導要領におきましては、情報モラルを含む情報活用能力を育成することとしておりまして、小学校段階から情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動や、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動などを通じて、情報モラルを確実に身につけさせることとしております。また、中学校の技術におきましては、マナーの遵守、人権侵害の防止など、情報に関する技術を適正に活用する能力と態度を身につけることとしておりますし、またさらに高等学校で全ての生徒が学びます必修修科目情報1におきまして、マナーの意義、基本的内容、情報を扱う上で個人の責任があることなどについて理解するということとなっております。合わせて文部科学省では、教員向け指導資料教材研修教材の作成配布、また ICT 活用に関する指導者研修の充実などを行っておりまして、これらの取り組みを通じて情報モラルに関する教育を着実に推進してまいりたいと考えております。中塚博さん、はい、時間が参りましたので、行為者に対するですね、カウンセリングとか更生プログラム、こうした再発防止対策についての取り組みについてもしっかり行っていただきますように要望させていただきます。最後に金子大臣に伺います。表現の自由の、もう時間が経過しておりますので、はい、質疑を最後に大臣の決意だけお願いいたします。金子総務大臣。先ほど来お話をしましたように、国民の皆様が安心してインターネットを利用できる環境づくりにしっかりと取り組んでまいります。ありがとうございました。次に西岡秀